キムギドクは、韓国の映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。なお、大怪獣四狩りなどで知られる映画監督のキムギドクとは、同姓同名の別人である。継承北道捧ぐ家軍で生まれた。17歳から工場で働き始め、20歳で海兵隊西岸。5年間を軍隊で過ごし、周囲から軍人退出と言われるほど、軍隊生活に適応していた。 1990年、絵画の勉強のために、フランスへ渡った。パリで見たジョナサン・デミの、羊たちの沈黙や、レオス・カラックスの、ポンヌフの恋人に感銘を受け、映像表現を志すようになり、帰国後、脚本の執筆に没頭。1996年、低予算映画、ワニワニで映画監督としてデビューした。2000年の、魚と寝る女と2001年の、 受け取り人不明が、ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、ヨーロッパを中心に評価が高まった。2001年の、悪い男はソウルだけで30万人を動員する、ヒットを記録し、翌2002年の、第52回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門に出品された。同年には、悪い男に触発されたチャンドンゴンの希望を受け、 チャン主演でコーストガードを監督した。2003年の春夏秋冬そして春は韓国映画界最高の栄誉であるオーガネ賞と清流賞の作品賞を受賞。全米では韓国映画史上最大のヒット作となった。2004年にはサマリアが第54回ベルリン国際映画祭でギンクマ賞、うつせみが第61回ベネツィア国際映画祭で 銀次師匠を受賞した。その後も弓矢、絶対の愛、ブレスといった作品を発表。しかし、2008年のヒムの撮影中、自殺未遂シーンを演じていた女優が実際に命を落としかける事故が起きたことにショックを受けて、映画制作が困難な状態に陥り、以後の3年間、乾燥の山小屋で陰遁生活を送った。2011年、 イントン生活中の自身の姿を映したドキュメンタリーアリラムを発表。第64回カンヌ国際映画祭のある視点部門作品賞を受賞した。翌2012年には嘆きのピエタが第69回ベネツィア国際映画祭で禁止賞を受賞した。2018年以降は後日の性的暴行疑惑により韓国での公開が控えていた。 人間の時間の商業上映が無期限延期になると、韓国映画界では事実上の追放状態となったため、活動の拠点をロシアへと移す。2019年、カザフスタンにて映画を一本制作。2020年3月現在、ロシアの隣国で撮影を行い編集作業中の作品が一本、脚本を執筆中の作品が一本ある。2020年12月11日、 新型コロナウイルス感染症のため訪問先のラトビアで死去。59歳没。ラトビアに自宅を購入して移住する計画を立てており、同年11月20日から同地を訪問していたが、12月5日に連絡が途絶え、その後、新型コロナウイルスに感染し現地の病院に収容されていたことが判明している。2017年。 キムはメビウスに出演予定だった女優から告訴された。訴えによれば、キムは撮影中にこの女優に対して頬を殴るなどの暴力を振るった上、予定になかったベッドシーンを強要し、この女優は作品を降板した。キムは役作りのために必要だったことで暴力ではないと主張したが、裁判所は暴力があったことを認めて、 罰金500万ウォンの略式命令を下した。その後、メトウの運動が韓国にも広まった2018年3月に文化放送の番組 PD 手帳に出演した二人の女優が、キムからセクシャルハラスメントや性的暴行を繰り返し受けたと訴えた。キムは番組が報じた内容を否定し、逆に女優二人や番組関係者を名誉毀損などで告訴。 したが、2020年10月に出された判決で敗訴した。翌11月に控訴している。ありがとうございます。